湘南度は、江戸幕府及び諸藩における職名の一つ。江戸幕府における湘南度とは、将軍が帰居し、政務を行う江戸城、本丸御殿中奥で将軍に禁止して、日常の細つとむに従事する者の,のこと。若年寄りの支配下で、おまみ以上であり、不意着用を許された。故障に比べると職将は多岐にわたり、湘南度の人数は、四大将軍。 イエツナの頃には二十人前後、その後の幕末には百人を超えていた。湘南戸には、旗本や不代大,大名の指定が召し出された。その他、部屋積みや他の役からの転任の場合は、目付を通じて二時、三時の面接が行われ、厳選の後に、将軍が吹上庭で四、五軒離れた場所から見て、最終決定される。湘南に任命されると、日のうちに登場し、 各人が特技を将軍の前で披露する。湘南土には、午前晩、奥の晩、肝入り、お串酒焼き、お庭方、お馬方、お鷹方、大筒方などがあり、性質と特技により担当を命ぜられた。また、一層の文芸を磨くため、吹き上げ庭園内に、漢学、詩文、書画、遊芸、天文、武術の学問書と稽古場があり、修熟者は雑役を免ぜられ、 同僚の指導を行う。将軍が中奥故障座敷での食事の際に、全部行の立ち合いの上、湘南土午前番が独身を行う。異常がなければ全立てし、次のままで午前番が捧げ、故障に渡す。休児は故障の担当であった。将軍が食べ終わった後、食事がどのくらい残されているかを計りにかけ計測し、奥医師から質問された場合には応答し、 湘南度は、毒味薬と将軍の健康管理を兼ねていた。その他、洗顔、歯磨きの準備も湘南度の仕事で、将軍の酒焼きと顔を剃り、髪を言うのが、おぐし酒焼きであり、将軍の肌に直接触れることで失敗は許されず、熟練の技を用した。お馬方は、江戸市中に火災が起こると、現場に駆けつけ、状況を将軍に報告した。 湘南度は将軍に禁じする機会が多く、最地に長けるものであれば昇進の機会が多い役職であった。ありがとうございます。